皆さんこんにちは、深作ヘスです。今日は番外編、今日は外ロケをさせていただいています。本日は国民民主党の定期大会会場に来ています。今日今会場にこれから入るところですが、石黒幹事長に、東京の石黒幹事長、こんにちは。こんにちは。こうやって今日はいろんな、いつも SNS で見る方々にお会いできるんで、私も楽しみにしてまいりました。よろしくお願いします。ということで、これから国民民主党の党大会中に潜入していきたいと思います。さて、国民民主党のこの受付をくぐり抜けますと、このホールに入っていきます。ありがとうございました。さて、今日の会場は大変広いこの会場ではありますが、あ、岡野純子さんいました。岡野さん、今日の意気込みを。今日の意気込みは、政界が大きく揺れてますから、国民民主党の方向性を代表がどのように話すのか期待してます。楽しみですね。いろんな方々が今日も来てます。平戸さん、お疲れ様です。こんにちは。赤い新人、平戸幸太です。よろしくお願いします。今日の意気込みを。今日の意気込み、深作ヘスさんの後の挨拶じゃなければ私は何でもやります。頑張りましょう。皆様、本日はお忙しい中、国民民主党第4回定期大会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。こうやって今ご来場の皆様にご案内申し上げます。アナウンサーを務めています。大会会場の席にはご来場者様のいろいろな現職の先生方もエリアで指定されております。今遠慮なくこちらの方を。まもなく会場始まりそうですが、どうですか。いやいや、初めてのちょっと緊張しますね。何をやるかというところ。そうですね。はい、今席順がこういった形になってまして、また奥には小平さんもいるし、福田さんも、みんな奥にいる。いろんな方が、皆さんいっぱいいらっしゃるんですが、開始の午後1時の時。そうなんです。よろしくお願いします。近藤です。よろしくお願いしま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 す。という感じで徐々に間もなく始まりそうになってきました。そして今ですね、ヘススチャンネルを収録中ということで、ぜひ皆さんヘススチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、まもなく開会となりそうですが、まずは役員の皆さんや来賓の皆さん、そして玉木代表登場です。会場内拍手が一段と大きくなっています。今日はなんとこのハリセン状の、これハリセンっていうんですか、ハリセン、これが配られてます。さあ、玉木代表も入って間もなく国民民主党定期大会第4回の定期大会が始まろうとしています。国民民主党党大会ご参加の皆さん、またネット中継をご覧の皆さん、そして全国の皆さん、ありがとうございます。今年の初めに、今年は2つのことがテーマになると自分の中で想定をしておりました。一つは、言うまでもなく日本の経済を元気にして賃上げを取り戻す。この間ですね、一番しんどい時に支えていただいて、本当感謝の気持ちでいっぱいであります。そんな思いでですね、表彰をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。青柳康信殿、あなたは国民民主党の創設および党勢拡大のため献身され、今日の党組織の基礎づくりに多大な貢献をされました。その功労に深く感謝をし、ここに表彰いたします。令和6年2月12日国民民主党代表玉木雄一郎、本当にありがとうございました。ありがとうございました。今この会場にいるんですが、これ伊藤孝恵チャンネルがこうやってやら収録されてるんです。伊藤さんっていつもですね、あまり事前の予約も何もなく突然突っ込んでくる感じで、あ、こうやってやっていいんだと私も思ってですね、ヘススチャンネルの運用をしていきたいなと思って、先輩のもとを真似している感じです。どんどんとですね、拾っていくんですよ。これ今は、学生部の鈴木拓里さんをね、こうやってしっかりとやっているところですね。私もこの後取り上げられないかと思って、あわよくばと思ってここで立ち止まっているところではありますが、すごい、何これ。今先輩がどうやって取材してるか、ヘススちゃんとこういうのまで仕入れて、私みたいに生声で行かないで。あ、こんにちは。はい、ヘスさん、自分で実況中継やってんの。もうなんかテレビ局の人見たらかっこいいよ。頑張りましょう。たるいさん、ヘスチャンネルもやってきました。いや、これすごいね。日本 V 字回復やったるい。そういうキャッチフレーズあるといいですよね。なんかこう流行らそうと、日本 V 字回復やったるいっていう。ちょっと
YouTube ご覧の皆さんも日本あ福田徹さんもやったるいさすがネタが細かいです。もう先輩方から今日はいろいろ学びながらありがとうございます。そしてここには三木彦さんも。こんにちは、橋本三木彦です。もう選挙区は埼玉13区、久喜、蓮田、白岡、幸手、杉戸、宮代、稲、この70試合です。皆さん覚えましたか？久喜周辺の皆さん、橋本三木彦よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、こういう感じでどんどん進めさせていただいています。あれ奥村さんもいるけど呼ばれそう。始まりますので楽しみます。よろしくお願いいたします。鳩山さんもいらっしゃいます。こんにちは。東京第2区ということで鳩山さんも今日いらしてます。よろしく。堀田さんも、堀田さんがいらっしゃいますね。ネットで有名な。よろしくお願いします。今各支部長がですね挨拶をしているところなんです。ただ一つ面白いことありまして、ゴーゴー国民ライブのですね実況中継を玉木代表がしているんですが、なんと本人自らカメラを持って話しているという、この様子がこの裏側ですね、意外と皆さん気づいてないと思ってますが、あのスタッフのがカメラを構えて話していると思っていると思いますが、実は代表が自らカメラを持ってやってます。これすごくないですか。お仕事をさせていただきました。